必要なものは、ガラス瓶2個と、フィルターと注入口がついた蓋2個です。小麦500グラム。鍋に小麦を入れ、水を注ぎます。小麦を洗い、余分な水を捨てて汚れを取り除きます。もう一度水を入れます。コーヒーと砂糖を加えて混ぜます。水を沸騰させずに小麦を15分間調理します。冷水ですすぎ、鍋に注いで冷まします。このようにして、小麦の表面を数時間乾燥させます。瓶に詰めます。瓶をアルミホイルで覆い、圧力鍋に入れます。蒸気が出てきたら温度を下げて60分煮ます。1日経ったら瓶を鍋から取り出します。イソプロピルアルコールによる作業環境の清掃を徹底します。この瓶に平竹培養液を 4cc 注入します。この瓶に 8cc の培養液も注入します。9日目の終わりには、菌糸体の発達は良好です。これからこれらの瓶を振ります。ミセルはすべての種子で塗りつぶされる必要があります。今日は20日目です。これで穀物スポンの準備が整いました。この瓶からいくつかの穀物スポーンを使用しました。瓶にラップをかけて冷蔵庫で保存できます。現在、18日間の開発の写真があり、私たちは観察しています。ご覧いただきありがとうございます。さようなら。